県知事選は投票の結果、前の大分市長佐藤喜一郎さんが27万1400票を獲得し、前の参議院議員足立清さんにおよそ6万8000票の差をつけて初当選を果たしました。佐藤さんは自民、公明、経済団体主体の組織戦を展開。別府市を除く県内17の市町村で相手候補の得票数を上回りました。新知事に決まった佐藤さんは、人口減少対策や観光振興、子育て支援などに取り組んでいく考えを示しました。広瀬知事が20年間一生懸命引っ張ってこられました大分県政を継続継承し、大きく発展をさせて、国と県と18市町村がしっかり連携をしまして、皆様方の負託に応えるべく、これから粉骨砕身取り組みたいと思います。また県議選は無投票当選の選挙区を除く9選挙区で50人が32議席を争いました。開票の結果、現職19人、新人13人が当選。最大会派の自民党は21議席を維持しました。知事選の投票率は 51.45% で、過去最低だった前回から 4.04 ポイント上昇しました。